皆さんこんにちは、あかりんことよすたあかりです。さあ今日はですね、2020年一発目の動画がこんなエロくていいのかっていう感じなんですけど、雑談メイク撮ってみました。皆さんもこれを見ながらメイクしてみてください。それでは今日も行きましょう。あかりんの実力動画スタートです。では早速メイク始めていきたいと思います。新年一発目の動画のゆるさじゃあちょっとコンタクトつけていきます。マジで目悪くて、私コンタクトの度数マイナス5とかなんですけど、本当に見えないんですよね。レビアの裏を使っていきます。毎日結構いろんなコンタクト試すんですけど、紹介する日なんかレビア多いな。前髪カーラーで前髪巻いておきます。じゃあパックしていきます。パックはこちら、アレオプレミアムシートマスク、サボリーノのやつです。いい匂いするわ、これ。これ、柚子の香りやって。柚子の香り好きやな、私。今日は、おばあちゃん家に行きます。って言っても、おばあちゃん家大阪で、めっちゃ近いんですけど、いやー、マジお正月、2日間だけ休みもらって、1日は毎年お仕事なんですけど、兄さんは今年は休みで、まあ、かといってね、どっか行くとかもなく、ちょっと家でゆっくりしながら、YouTube のこととかしようかな、みたいな感じ。で、4からはもうね、公演が2回公演で、ハード、ハード。はい、パック終了。1分ぐらいでいいですからね。よし、じゃあメイクしていきます。保湿クリーム塗っていきます。皆さんお正月はいかがお過ごしでしょうか。初詣もいいかな。下地はランタンポレールブロッサム使っていきます。そう、なんかおばあちゃん家に行くんですけど、なんかおばあちゃんが、私昨日なんかインスタライブしてたんですよ。で、インスタライブするねってなんかツイッターかなんかに書いて、それ見て、あ、かいちゃんインスタライブすんにゃと思って見ててくれたらしいんですね。でもなんか私のインスタライブしてる途中に、なんかママと電話しながらインスタライブ見てたらしいんですよ。そしたらなんか、あかりちゃん今日白いお洋服着てるなって言ってたらしくて。でもママが私がインスタライブしてくるって自分の部屋に上がっていく時に見た私の格好は、これ、オラフのこの部屋着だったんですよ。あ、これ GU のめっちゃぬくい部屋着なんですけど、これめっちゃおすすめ。超あったかいから。これ着てたのに、あれおかしいなってちょっとその時から思ってたらしいんですけど、あれあかりちゃん、博多行ってから神戸行くって言うた判定みたいな。またそんな忙しい。明日、よち来てくれるん違うのとか言ってたらしくて。で、なんかその話してはったら、私がインスタライブ終わってリビングに降りて行ったんですよ。あれみたいな、あかりちゃん帰ってきたでみたいな、えみたいな言ってたら、おばあちゃんインスタライブ見てるつもりやったのが YouTube に上がってた私のなんか前にしたインスタライブの映像やったらしくて、わからへんよな、なんかいろんなコンテンツありすぎて、おばあちゃんたちも。じゃあ続いて、その前買ったナーズのクッションファンデ使っていきまーす。これ何回か使ったけど、まあまあまあ、いい感じではありますね。なんか一回取った分で半顔って言ってた。結構本当にね、少量でカバーしてくれる感じはあります。ただちょっと、肌の調子とかにもよるんかもしらんけど、ディオールとかに比べるとより安いかもしれへんなーって思った。個人的には。なんかこの辺とかが割と崩れやすかったなって思ったけど、今日もちょっと様子見たいなと思って使いますね。ただすごいね、塗りやすい。やっぱ今までクッションファンデってツヤっぽいものが多くて、なんか塗った感じちょっと寄りやすいイメージとかあったけど、セミマットのやつを使うようになってからは寄れにくい、ピタッと密着する感じがありますね。ファンデーションとかやっぱちょっとだけ使い続けないとわかんないからな。じゃあもうちょっと休みやかコンシーラーはいいとしてパウダーしていきます。イニスフリー。この前のお正月公演で発表させてもらったんですけど、4月11日に幕張で私がプロデュースさせていただくフェスをやるんですよ。ガールズフェスみたいなのをやりたくて、半年ぐらい前からかな、いつかやってみたいなって思ってて、そう、生誕祭とかでも言ったんですけど、それがね、言ってみたものの、やっぱ、東京が今オリンピックシーズンっていうのもあって、本当に会場がなくて、どこも全然空いてなくて、なかなか会場が取れないみたいな感じらしくて、難しいかなって言ってたら、たまたま4月11と12が幕張が空いて、もうきっとこうやってパンって会場開くこともなかなかチャンスもないから、ここやったらできんねんけどやるってスタッフさんが聞いてくださってやることになったんですよ。で、12日は NMB48 でライブをやるんですけど、11日は私がプロデュースのフェスで、そう、しかも土日開催っていうのがすごいありがたいですよ。嬉しい。でもなんか本当にまだ細かいこととかどころじゃなく、もう何にも決まってない状態で、そう、日程と場所だけ決まってるって感じなんですけど、
やばいやろ。でも、こんなチャンスもないと思うから、私もやりたくて、やりたいですって言ったんですけど、だから、今からちょっといろいろ考えていかんとダメなんですよね。まあ、NMB のメンバーにももちろん、ちょっと協力していただいて出ていただくんですけど、もうなんかこう、YouTube とか見てくださってるファンの方とかも、あかりん会ってみたいけど、握手会はちょっとハードル高いとか、ライブとかもさ、こう一人じゃちょっと行けないなっていうのもあったりすると思うから、なんかちょっとお祭り感覚で行けるような感じのフェスにしたくて、だからね、まだ会ったことない皆さんにもお会いできる機会になったらいいなって思うんですけど、なんかもし、こういうことあったら行ってみたいとかあったら、ぜひコメント欄とかに書いてくださると嬉しいです。そう、この連休明け、この休み明けに会議もあるので、そう。なんか地眉毛が結構生えてきて、最近結構太眉毛。でもなんかせっかくやからさ、そのフェス、YouTuber さんとかにもちょっと出ていただきたくて、って言っても皆さん出てくださるかな。でもね、なんかまだ何もさ、詳細とか決まってない中にさ、お呼びするのは申し訳ないからな。とりあえずいろいろ決まってから、なんかトークショーとかしたら楽しそうじゃない？普段この絡み見られへんのがこう生で見れたらいいなとか思ったり。いや、すごい楽しみではあるんですけど、ほんと4月まで言ってそんな時間ないから、緊張してる。なんか寝てても起きたらすぐフェスのこと考えてる。そう。ほんとに年末。28日とかその辺に、急になんか、ちょっと至急打ち合わせ入れていいですかとかってスタッフさんに呼び出されて、なんか紅白のリハかなんかしてたんですけど、終わった後に呼び出されて、何ですかって言ったら、フェスやりたいって言ってたじゃないですかみたいな。4月に箱押さえれそうなんですけど、めっちゃ急やけどやりますみたいな感じやって。えみたいな。急すぎんってなったけど、せっかく生誕祭でしたから早めにやりたいって気持ちはあったんで、せっかくだからやっとこうかなって思って。クオリティ上げるのも、そんなん全部ね、今からの動き次第だから、時間ないっていうのを理由にやるんじゃなくて、頑張ろうと思う。でもすごいね、なんかそれをインスタライブで話したら、ファンの方が、なんかいろいろ意見送ってくださって、今ツイッターね、ハッシュタグあかりんフェスっていうのをとりあえずハッシュタグにして、みんながいろいろつぶやいてくださってるんですけど、本当にみんな意見がしっかりしてて、ちゃんとした企画書みたいな感じで送ってくださる方とかもいて、ありがたい。ありがとうございます。なんか太眉やろ最近。メイク講座みたいなのもやりたいし、なんかそれこそ、リーアイドルとかアヌとか、それこそさやちゃんのアンジービーとか、でもなんかやれたらいいなって思うし、なんかもちろんライブも絶対したくて、何がいいかな、何が楽しいかな、あと食べ物とかも置きたいしね。まあとりあえず、お休み明けの会議でちょっといろいろ話しますね。まあでもなんか意見とかあったらぜひ書いといてください。じゃあここで、あ、ちょっとこれ言っていいんかな、ちょっともうわかんないんですけど、やっとサンプルが手元に来たんですよ。ちょっと時間かかちゃって年内に発表できなかったんですけど、こんな感じ。 B アイドルで出すアイシャドウなんですけど、ちょっと発売日とか詳しいことはお休み中だから確認が取れてないのでちょっと言えないんですけど、見た目はこんな感じです。なんかリップのパケがマットだったから、アイシャドウもマットにしたいなと思って、マットな素材で、でなんかポーチとかにも収まりやすいコンパクトな形がいいなと思って小さめの四角にしました。今日はその中からブラウン使っていきます。これの詳しい動画はまた出そうと思ってて、まあ、今日はちょっと塗っていくだけって感じだと思うんですけど、とりあえずまあどんな感じかだけこの動画で。このアイシャドウ制作10ヶ月かかったんですよね。めっちゃ前からサンプルあげたりとかいろいろしてたけど、やっぱ質感とかラメとか本当に種類が多くて、リップも大変やったけど、私的にアイシャドウの方が難しかったかも。あとアイシャドウってすごい流行が出るから難しいよね。最近の私のメイクは丸目に見えるようなのを意識して頑張ってますね。そう、縦幅が欲しかったな、目に。黒目大きい、なんかもうビー玉みたいな人めっちゃ羨ましい。私、ああいう目に憧れるんですよね。最近ちょっとハマってるんですけど、ウズのオープニングライナーのカーキを使っていきます。このカーキが、すごいなんか私、どの色よりも馴染むというか、髪色もあんのかな？なんかすごいカーキが馴染むんですよね。なんかリキッドラインなのにきつくならず。そう、なんか色味が絶妙になんか馴染んで、しっかり引いても、なんか私ライン引いてますって感じになんないから、これ最近好き。茶色よりもなんか馴染むんですよね。ただリキッドはなあんま好きじゃないからな。
最近は丸目に見せたいから目尻をなんかキュンって垂らしてたのをこうキュッて止める感じ、なんていうの、目尻のラインをそんなに延長せずキュッて感じに見せてます。このラメ塗ってくね。このラメめっちゃ可愛いねんな。超キラキラするけど自然で。まあ、アイシャドウの詳しいことは動画にしますので、マスカラ入り口でレアナに使います。ボリューム&カール。なんかでもなんかね、年明け感あんまないな今年とかって、毎年そんなこと言ったような気もするけど、あっという間になんかあっけなく2019年終わって、さらーっと2020年始まって、バタバタしてたからかな。めっちゃなんか最近丸目にしたいから、マスカラをねしっかり塗って、黒目の下をしっかり塗ることによって縦幅が出るよね。リキッドラインって埋めるの難しいよな。なんか難しいわ。だからいつもペンシル使うんですよね。かゆいし、リキッドで埋めると。たまにメイクさんにやってもらうときさ、結構リキッドで埋めはる方とかもいんねんけどさ、こうだって、なんか下向いててくださいって言ってこうやって向いてんねんけど、めっちゃかゆくて、いつも我慢できんねんな。あと、めっちゃ眠いときにこうなるともう絶対寝落ちしちゃって、目の下になんかいっぱいついちゃう。そう、ほんでハイライトなんですけど、実はこの今回出すシャドウの一番ここが全部ねハイライトになってるんですよ。ハイライトはこれを使っていきます。しかもこのハイライトの色もそのアイシャドウの色に合ったハイライトの色味をつけてて、今回これブラウン系だからちょっとイエローベースなハイライトにしてて、すごい馴染みのいいツヤが出るようにしてます。ちょっとアイシャドウについてもっと早く詳しく語りたいから、ちょっと早く生配信とかしますね。今語っちゃうとさ、生配信さ、みんな見てくれなかったら嫌よ。その時に語るわ。はい、チーク。チークは、ベスコスにも入れた 3C のローズベージュ。なくなりそうちゃう、これ言うてる間に。なんやろな、この絶妙なカラー。はい、で、リップ。リップは、ツヤプロリップの06番、気まぐれブラウン。なんか何でもない日とか、プライベートはブラウン塗ってることが多いかな。うん。ちょっとヘアアイロン持ってくるわ。忘れたし。アイロン、なんだっけ、ヘアビューロンの 4D のやつ。なんかだいぶ前に買って紹介してなかったけど、これ使ってます。なんかやればやるほど髪にいいみたいな。なんかすっごいやっぱ髪の毛めっちゃ染めるから、髪の毛めっちゃ傷んでるんですよ、私。そう、ほんともうほうきみたいやからな。アイロンいいやつ使おうと思って自分でやるときはこれ使ってるんですけど、眉毛さ、色薄いかな。まあ、いますからね、ミスった。もう一回こいつやっつけとこう。おばあちゃん結構メイクとかファッションとか昔からすごいお買い物とかついてきてくれるおばあちゃんで、これ可愛いねとかあれ可愛いねとかすごいセンスがいいおばあちゃんだから可愛くしとかないとさ。昔もっと眉毛の形こうしたらいいんと違うとか言ってくれたりとか、なんかな、眉毛抜くわ。いらんとこ生えてたらな、わからんってなってくるから。でも眉毛サロン行ってから、眉毛のベースがめちゃくちゃちゃんとできてきて、で、やっぱ眉毛サロン行くとね、生える周期だいぶ遅くなってくるから、生き続けるのがいいんやなと思って。でそれと毛が埋まっちゃって、この辺がこうね、良くなくなってくるらしくて、まあ、ニキビできたりとかしちゃうし、肩崩れしやすいねんって、だから抜く方がいいって、私は眉毛サロンの人に言われて。なんか抜いたら垂れるとか聞いたことあるけど、まあ、それは抜き方なんやろな。でもだいぶ眉毛切れなったんじゃない。なんか変な時ほんまに変やったもんな。じゃあアイロンしていきます。でもこれもすごいねサラサラになるよ。なんか今動画撮りながらさ、なんかフェスのことについてめっちゃいろいろ思い浮かんだけどメモっとかないと忘れそう。今自分が話してて、あこれもいいこれもいいってちょっと思って、できるか分からんけどメモっとこう。やっぱ私仕事できる人って iPad 持ってるなっていうイメージがあるから、最近 iPad をすごく持ち歩いてるの。めちゃめちゃ形から入るタイプなんですよね私って。あははえ、てかさ、全然関係ないねんけどさ、3月にやっと動物の森出るよな。あの、任天堂スイッチの。私、動物の森歴代大好きで、全部やってきたんですよ。あー、いつからやろ。おいでよ、動物の森。DS のやつからは全部やってて、Wii とかも持ってたしな。いや、でもやっぱな、私初期の、おいでよ、動物の森、好きやな。海とか行けるやつも好きやったな。飛び出せ、動物の森か。なんか、任天堂スイッチ持ってるんですけど、スイッチでやるのもいいけどさ、なんか最近スイッチライトをやっけ、
なんか持ち歩き用のスイッチみたいなの出たじゃないですか。なんか持ち歩きにはスイッチ重いからあれもいいなとか思って。そう、兄弟揃って好きやからカセット2個持ってたもんな。初め1個だったんですけどめっちゃ喧嘩になったから、大きくなってから買うやつにはもう2個。子供の時はやっぱ買ってもらえへんかったから1個を2人で順番号で時間決めて、次あかりがやる番とかってやってたけど、でもやっぱ2個あるとさ通信も楽しめるしな。なんか割とさちっちゃい時から何でも2個喧嘩になるから、妹と年2つしか離れてないんですけど、基本的には2個与えてもらってて、服とかもすごいお揃いで買ってもらうこととか多かったんですけど、そう思うとめちゃくちゃ恵まれてるよなそれって。でもなんか DS だけはめっちゃ負けたやん。こんなつもりなかったぞ。なんか DS だけは、なんでか知らんけど、1個しか買ってもらえなくて、めっちゃ喧嘩になったな。ゲームボーイアドバンス SP とかは2個あってんけど、DS だけはなんか2個買ってもらえへんかって、こう1個を2人で使ってた。でもなんかその後に、なんか DS にカメラついてる DS みたいなの出たやん。それ持ってた。それを買ってからは、まあ、DS も2台あってんけど、なんかそんなことしてたら、せっかく2個持ってたのに、前の DS、その、なんか DS ってさ、初代さ、銀色のめっちゃでかいやつに、その後ちょっとちっちゃいシンプルな形の白いやつ出たやん。それを買ってもらってんな。で、それ買ってもらって、で、その次さっき言ってたピンクの濃いやつ買ってもらって、カメラついてるやつ買ってもらって、ってやってんけど、カメラ付きの DS 買った直後ぐらいに、前のその白い DS が、壊れて、なんか画面上か下か映らんくなってんよ。使えへんわってなって、せっかく通信とか二人で楽しみにしてたのに、なんか使えんくなって、結局また DS を取り合うことになってしまって。でもなんか、そうこうしてるうちになんか 3DS みたいなの出たやん？なんか、あれはなんか自分で買ったんかな？買ってもらったんかな？忘れたけど、3DS が我が家に来て、なんかでも 3DS 用のカセットってあるやん？ 3DS 用のカセットはそれでしか使えへんかったから、結局取り合いになってみたいな。でもなんかそうこうしてるうちに二人とも大人になってきて、あんまゲームやらんみたいな感じだったから、あんま今は取り合えへんけど、でもスイッチのちっちゃいやつは買おうかなーなんて思ってますよ。でも動物の森とかやりだしたらもう一生やっちゃうもんな。編集しやんくなるやん。YouTuber ってさ、多分皆さんそうだと思うんですけど、時間さえあれば動画を作れるというか、本数上げたもんがやっぱ強いじゃないですか。やっぱ時間をどれだけ YouTube に費やせるかってなると、ゲームとか余計なことしてたら更新しやんくなるねんな。だからそこを自分とどう厳しく戦うかってとこに YouTuber はかかってると思うんですよ。遊んでる暇あったらやっぱ動画出さななって私は思っちゃうから、遊ぶことになんか最近ここ数年罪悪感がなんかちょっとだけあって、こんなんやってんやって YouTube 更新しなみたいな。でも動物の森はやりたい。でも発売時期絶対一番忙しい時期だって、フェス4月やのに3月発売とかやろ。無理やん。絶対みんなとスタート遅れるやん。でもどうやらその頃にはだいぶいろいろ決まって落ち着いてはいるんかな。2月ぐらいが多分一番忙しいんちゃうかな、分からんけど。はい、ってなことを話してるうちにストレートも当てれました。あ、もう2時半や、出る用意しな。3時ぐらいに行くでって言われたんで行く用意しまーす。はい、ということでこんな感じでメイク終了しました。2020年一発目の動画がすごいゆるい雑談動画になってしまったんですけど、まあ今年はね、去年の最後の動画でも言ったけど、なるべくたくさん YouTube 更新したいなって思ってるので、時間さえあれば出していきたいなと思っております。ということで2020年ね、一発目に大きな発表をね、吉田あかりプロデュースのフェスを開催させていただきますってことを発表したんですけれども、まずはそのフェスの成功をね目標に今年は頑張っていきたいなと思っております。2020年も吉田あかり、そして NMB48 よろしくお願いします。では今年のあかりんの女子力動画もお楽しみに。以上、あかりんことしなかりでした。バイバーイ。